くら見た目が綺麗でも性格があんなんじゃな得意能力のエリートだから調子に乗ってんのかも。はっ、こいとちゃんやっほー。みんな参考にちゅうを。あ、こいつ諸橋翔介、得意能力者でクラブも同じで。どう。ああ怖かった。すみません、どうにも眠くて。いいのいいの、私たちも釣られちゃいましたから。っていうか何やってるんですか、レーナちゃんまで。そういうあんただって。これがルドルフです。まあ可愛いですね。春彦、あんたルドルフの絵を描いて。ルドルフはファントムじゃないですよ。尋ね猫のポスターを作るの。なるほど、そういうことなら。よし。お兄ちゃん絵上手、すごい。いやそれほどでも。春彦ったら守備範囲広いね。誤解を招くようなこと言うなよ。見て面白いもの見つけたよ。これね、すごく揺れる。面白いでしょ。危ない、何よいきなり。もうルルちゃん怒るよ。何やってんだ俺たち。猫じゃないんだから。恥ずかしい。春彦くん、レーナちゃん。あ、おはよう。ねえ見た、なんか猫みたいな生徒がいて。そうなんだ。ん、おお嬢さん、何やら決め事の匂いがしますぞ。ちょっとやめて。おいルル、お前何やって。一体どうしたの。いやすごく似合うけどさ、今日はハロウィンでも猫耳デーでもないじゃない。これ仮装じゃないんです。え、ちょっと春彦、あんた何レイナいじめてるの。マイお姉様、小糸さんまで。ほら春彦、写真。そうだな、せっかくだし。取らんでいい。まさかこれって何かのたたりですか。いいえ、これはきっとファントムの仕業よ。気持ちよさそう。私も全部脱いじゃって温泉に浸かりたい。もうやめなよ、明日ない。こりゃ授業は中止だな。よし、この汗流してやるぜ。やっほー。何やってんだあいつ。一番行くぜ。舞い降りる翼、降り立つ翼、その鋼の爪で邪悪なる使いを切り裂け。頑張れ。ダメか、強い。2番は俺だ、虹のイカッチ。やったー。そんなになかなかのスピードね。ここは俺の出番だな。ショーっていけ。燃えろ燃えろ俺の魂、今ここに真の超絶。情けないわね。やれやれ。水といえば私たちビーチエンジェルズ。待ってました。お覚悟を。行きます。水流の呪縛。激流の槍、はっ、貫け。すごく強いですね、あのファントム。しかもなんかエッチだ。
それじゃいよいよ真打ちの出番ってことね。こんにちは。あ、くるみちゃん大丈夫でしょうか。先輩、温泉の中だと足場が悪いですよ。まあ見てなさい。回り込んで背後から攻撃。レイナちゃんみたいに上目遣いにこびるように。こび？さあ笑って上目遣いでこびるように。余計にそう悪くなってる。それじゃあスケバンだよ。もっとこう色っぽく舌とか出して。こうよこう。全然可愛くないね、出しすぎ。手で誘うように手招くんだ。こうよってタイマー誘ってんじゃん。あの大猿の心の傷を癒してあげれば温泉化は止まるんじゃない。それって誰かがお猿さんの花嫁になるということでしょうか。話は聞かせてもらいました。私に任せなさい。ん、これも演劇部の衣装。よく似合ってますよ。助けてくれた時そこそこかっこよかったわ。あんたのこと忘れない。お幸せに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 。ちょっと、いや、ちょっと助けて。いや、ダメだろこれ。もうちょっと、誰か助けて。行くよ。どけ。あれ、マイロケットはいつも。起きたら毒虫になってるよりはマシですけどね。え、毒虫？カフカの変身です。高校生のくせに読んだことないんですか？ないけど。この頃から無駄に博識だったんだね。寝てる間に子供に戻ったってこと？やっぱりファントムの影響かしら。まあとにかく放課後になったらみんなで一条くんの家を調べてみましょう。とりあえず今日は今までのクラスで授業を受けてみてください。何か元に戻るきっかけがつかめるかもしれないですから。はい、わかりました。いろいろとありがとうございます。うわ、春彦って先生にはいい顔する子供だったんだ。お姉さんはもう少し言葉遣いをきちんとした方がいいですよ。バーカ、うっさいバーカ。あ、夜の楽しみが必要ですね。よいしょ。一冊にして一冊に。月
チャップは。何やってんの。美味しいですよ。勝手に入れない。若いのにおばさん化が進んでませんか。あんた今なんて言った。ねえ、なんつった。狭いですね。しかも散らかっています。片付けられない女性というのは人生の取捨選択に失敗するらしいですよ。私が古い子の家に泊まった方が良かったかも。はい。あの、何？ケチャップでラブとか書いてもらえませんかね。子供のくせに何言ってんのよ。あんたやっぱり春彦だわ。春彦が好きそうなもので刺激してみたら元に戻るかな。ほら、ちゃんと見て見て。やめてください。ダメか。あの水瀬先輩、私たち先輩のファンです。は？一緒に写真撮ってください。はい、笑って。はい、チーズ。ありがとうございました。みんなに見せられたそうだね。小糸ちゃん大人気じゃん。手紙とかくれる子もいるのよ。どうなってるのかしらね。またまた、素直じゃないんだから。俺だって活躍してんだから、もっと人気出てもいいのに。ここのひまわりは土地の所有者のものよ。うるさいわり、うるさいわり、うるさいわり。みんな、こいつの弱点は太陽よ。ひまわりだから太陽の方にしか向けないの。ひまっけ。わかった、全員移動。かっかっかったらかっか。げんけんけんこの踊れ卑怯女。いやかましい。ねえ、この中に春彦の好きな子っているの。母さん、何してんの。だって将来私の娘になる子がいるかもしれないんだもの。今からよく知っておきたいじゃない。やめてくれ。みんなうちの息子とは仲良くしてくださってるんでしょ。まあ一週間ぐらい一緒に暮らしたりはしましたけど。私は俺たちのいる場所がレイナちゃんの居場所だとか言っていただいたりしましたけど。そのいろいろ気を使ってもらってます。私もいつも春彦お兄さんには勇気をいただいてます。こっちは受け入れ体制万全よ。いつでも誰でもお嫁に来てくれていいからね。だからそういう話は早すぎるって。すぐに直して。そんなこと言われても。あのだったら前にもお父さんのパソコンを直したんですよ。へー、器用ね。いやだからってそんな都合よく直せるわけないでしょ。直ったみたいですよ。嘘。つながった。すごいです、ハッキングもできるなんて。今までの苦労は。こんなのバレたらやばいわよね。構いやしないわ。このまま放っておいたら手遅れになる。